チについてさ、どう思う？アンチ？うん、私の場合結構いろいろ晒されてるから。ほう、晒されてる？うん、高校とか、うん、中学校とかの、うん、その学校名を書いてる人いるの、うん、コメント欄に。嫌がらせとして？そう、やばくない？多分同級生なのかな。まあ地元関連だよね、少なくともね、うん、上か下の可能性もあるけど。それから関わる人を変えたの、うん、ほう、すごくない？すごくない？関わる人を変えた、どういうこと？やっぱ曖昧な仲いい人っているじゃん。まあまあまあいる。そう、そういう人とはもう連絡切っちゃったね。今は本当に信頼してる人しか入れてない、うん、LINE とかも。結果的にそのじゃあアンチというか、一番嫌だったアンチがなくなったってこと？そのプライベートを晒すアンチは、もうアンチのせいで、うん、結構その友達関係も変えてきたから。ああ、そういうことね。そう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 、だからまあ今じゃやっぱ機能とかもさ、うん、いろいろ変わってきて、うん、でフィルターかけてるからそう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 、だからなんともないけど、うん、やっぱ変わることってあるよねって。あるね。アンチのせいで変わることってあるよね。要はプライベートからされたのが今までのそのアンチというネタに関して言えば一番辛かったというか悩みになったっていう。うん、嫌だったね、私からしたら。僕ウィキペディア載ってるからな学校とかねえ、それはなんでなん？それはなんでなん？いや、僕別に隠してなかったから。そのままオープンで。うん、もうまいやそれもまたすごいけど。あら、うわそれで言うと、でもね、僕アンチ結構好きなんだよね。なんで？あのコメントを活発化した方がいろんな考えが分かるし、あのアルゴリズム上もバズりやすくなるから。やった。うまいの何なの完成。うまいの何？まあそう、あのそうアンチは、うん、そうだね。あとさ、可愛いなって思う、なんかアンチしてる人が、うん、あのやだから例えばプライベート晒されるって本当にさ、生活上のリスクというかさ、ダメージあるじゃん、うん、僕の場合のアンチってさ、助けてとかさ、みなみくんとかさ、キモとかさ、うん、その程度だよ。なんて言うんだろう、だから、ガチの友達に悪口を言われてたら、ショックを受けるけど、うん、通りすがりの小学生に、押し入れペンペンってされたら可愛いじゃん。うん、確かに可愛い。僕にとってはなんか、その、通りすがりの小学生に押し入れペンペンされてるくらいのコメントばっかで。うん、じゃあなんともない？そうだね、全然うるさいなと思うことあるけどさ。あとはまあ、最近アンチェンとかあるからさ、こう、アンチが多いとアンチェンもらいにくいからやめてよって思うことあるけどさ。まあね、そういうのはあるけど、うん、精神的なダメージは一切ないかな。あ、来た。一応お互いできた。お互いできた。そうなんだ。逆にアンチしたことある？アンチしたこと、うん、それはないな。ない。視聴者がさ、うん、例えば動画作ってくれたとするじゃん。うん。に文句とかもない。あ、電車の中で盗撮されてんのがあって。マジ？うん。それを、電車の中で盗撮されたんだけどって晒したりとか、あとは、ちょっとこいつのメッセージ、めんどくせえな、でもネタになるなと思って、メッセージ晒したことは。アンチ晒しはしたことある。どうだった反応？まあまあ、だからなんかお前の場合有名人のくせにそういう一般人を晒すなとかさ、いやいやいや、やってたのそっちだろと思うんだけど。まあまあそうだよねしくらいな。じゃあ4個でちょっと勝ったのそれ。どんなアンチ多い？いやもう頭が弱いなって
いや、アンチってさ、うん、いや、もし本当にライバル同士とか、リアルな知り合いで文句を言うのは、誰でもあると思うんだけど、うん、関わんなくていい、一切関係ない人に、ネガティブなことをやるって、要は自分が満たされてなくって、不満があって、ストレス発散で、で、軽いストーカーみたいな、なんか、ちょっとした情報だけを使って、くちゃくちゃ話してるだけじゃん。うん、頭弱い。まあまあ、弱いね。うん。そうじゃなきゃ、あんな生産性がないことするわけないじゃん。いや、しないしないしない。僕なりに言葉を選んでるつもりなんだけど、選んでねえから。いや、選んでるよ。お、来た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 。早い早い。早い。